実に美味しかった。稲妻の料理は新鮮な海の幸が中心で、とても好みだ。ならよかったぜ。オイラたち、お前があまり眠れてないなら食欲もないんじゃないかって心配してたんだ。この機会に何か聞き出せないか、ゆくあきと話をしてみようぜ。そうだな、旅の道中について聞いてみたらどうだ。ところでゆくあき、旅の途中何の本を読んでたんだ。ああ、お願い、私の千古宮司という小説だよ。担当から送られてきたんだ。船で本を読むなんて船酔いしなかったのか。僕はコカハの技を得得しているから平気さ。でも確かに船酔いしていた人は少なくなかったね。特に疑わしいところはなかったな。実を言うと、海では毎日が同じ景色なんだ。これといった風景もないせいか、みんな到着を待ちくたびれていた。だから稲妻の近くまで来た時は、遠くにある陽光山の頂上を見て、みんな一斉に甲板に出ていたよ。ただ船が進むのがあまりにも遅いせいで、山頂が見えてから岸に着くまで丸一日かかったな。この話も疑わしくはないような。あ、そっか、岸に着くまで丸一日かかったんなら、山頂が見えた時海は大雨だったはずだよな。収穫はあったけど、もう少し証拠を集める必要があるね。ゆくあきと創作について話してみよう。小説を読むのは面白いが、書くとなるとそれはまた別の話だ。物語の構成、文章のテンポ、全てがある種の学問だからね。それに興味のあるものを創作するとはいえ、必ずしも満足のいくものを表現できるとは限らない。それについては僕も深く同意するよ。著作、描画、錬金術の研究、どんな分野においても真剣に打ち込めば打ち込むほど本当に満ち足りていると思える瞬間はわずかになるものだ。なんか二人で奥深い話をしてるけど、怪しいところはなさそうだな。ところでアルベド、僕の小説の挿絵を描いてくれた君にずっと前から感謝したかったんだ。僕の小説はビーユエではあまり売れていなくてね。だから実を言うとあまり自信がなかったんだ。でも君の挿絵はいつもその章で一番重要な場面を選んでくれている。僕の表現したかったことが理解されているのを感じたよ。ありがとう。だけど今回の挿絵は少しリスクをはらんでいる。実を言うと僕も少し不安なんだ。娯楽小説の挿絵はキャラクターを描くのが主流だけど、今回の最終章では他のものを描いたんだ。だけどあのシーンは世界の変化を見せるものだ。背景だけを描くというのはとても合っていたと思うよ。怪しいところは何もなかったな。いや、ゆくあきは今確かにほころびを見せたよ。僕の挿絵は稲妻に届いてすぐに印刷されたはずだから、ゆくあきは本当なら見たことがないはずだ。ゆくあき、僕たちから一つとても重要なことを聞いてもいいかい。どうしたんだい、二人とも改まって。ん、それは一体何のことだい。ゆくあき、実はオイラたち天使から聞いたんだけど、昨日までは海の天気が良くなかったみたいなんだ。だからお前がさっき言った陽光山を見たらみんな甲板に出たって話はありえないんだ。それに
人衆集権録の新刊は姿の彩り祭で発売される予定となっている。作者である僕たちですらまだサンプルをもらっていないのに、一体どうして挿絵の詳細を知っていたんだい？ゆくあき、お前本当は今日よりも前から稲妻に来てたんだろう？何か危ないことに遭遇して本当のことが言えないのか？それなら安心しろ、旅人もアルベドもすごいんだからな。いや、そうじゃない、誤解だ。やはりここ数日の睡眠不足のせいで頭が鈍ってしまっていたみたいだ。君たちが僕を探っていることに気づけないとは。少し用事があって、確かに僕は稲妻に早めに来ていた。どう君たちに説明しようか、少し考えさせてくれ。本当に話しにくいことなんだ。あ、奇遇だね。君たちもここにいたのかい？あれ、銀陽野郎じゃないか。どうしてここに？ここに天守秘蔵の長年熟成したお酒があるって聞いて飲みに来たんだよ。そんなどうでもいいことだろうと思ったぜ。それはどうかな。実は君たちにいい知らせがあるんだ。さっき九条さらに会ったんだけど、陳州集権録を盗んだ犯人を天領奉行が捕まえたからもう心配しなくていいって言ってたよ。陳州集権録を盗んだ犯人だって？あれれ、もしかして僕言っちゃいけないこと言っちゃった？まずい。天領奉行が捕まえた犯人というのはもしかして小野寺さんという編集者かい？名前までは言ってなかったけど、九条さらがその人を花見坂まで連れて行くのを見たよ。みんな悪いけど説明している暇はない。早く小野寺さんを救出しに行かないと。